地の下ミュンヘンヘで生まれる。4歳からバイオリン、ピアノをはじめ、アウクスブルクのレオポルト・モッツァルト音楽院でリディア・トゥブロフスカヤに、ミュンヘン音楽大学でアナ・チュマチェンコにバイオリンを学ぶ。1995年のユーディ・メニューイン国際コンクール、1996年の第8回ユーロビジョン若手演奏家コンクールなど、参加した8つの国際音楽コンクールのすべてで優勝。 2006年7月には23歳の若さでフランクフルト音楽舞台芸術大学の教授に就任した。2004年にオランダのペンタトネレーベルからロシアバイオリン競争曲集をリリースして CD デビュー。2008年11月にはユニバーサルミュージック参加のデッカレーベルへの移籍が発表されたが、以後もデッカのみならずペンタトネからも CD のリリースは続いている。 2002年9月に初来日し、佐藤豊市京都市交響楽団とチャイコフスキーのバイオリン協奏曲を共演した。以後、2003年4月と2004年4月に来日している。2009年6月にも来日予定であったが、自身の妊娠により来日が中止された。ピアニストとしても活動しており、2008年1月1日には、フランクフルトのアルテオパーにて、 一晩の演奏会で、サン・サーンスのバイオリン競争曲第3番とクリーグのピアノ競争曲のソリストを務めるという離れ技を披露した。また、シューベルトのピアノ連弾のための幻想曲をピアニストとして録音している。以前は、日本音楽財団から貸与された1716年生、ストラディヴァリウス、ブースを2000年から2004年夏まで使用していたが、 2004年5月2742年生、ジョバンニ・バッティスタ・ガダニーニョ、購入。2012年には現代バイオリン製作者、フィリップ・アウグスティンの2011世を購入し、現在はそれらを使用している。ありがとうございます。